こんにちは、小林幸子です。始まりました、小林幸子は流中ババ。幸子さん、はい、ちょっと今日髪型が、あ、気がつきました。いやいやいや、もう今ね、みんなで話してましたけど、え、今日はなんか今まで見たことない髪型に、ちょっとおでこちょっと上げたりなんかして、おでこが見える見えないで随分印象変わるんですね。どんな風に変わります？これね、ちょっと今この撮影回る前ひとしきり事故ったところなんですけど、はい、カンヌが大事故です。え、カンヌは何て言ったんでしたっけ？気品がある。じゃあ今までなかったってことです。言わなきゃいけない。いや、こういう時に男性は女性に何言っても事故るし、何も言わなくても事故るし、そうね、あれ気がつかないのってこれでね、これもあるし、気がついた地獄なんですよ。気がついて何か言ってもダメなんですよ。ダメ、面白いね。まあ、でも気がついてもらう方が嬉しいよね、やっぱね。うん、視聴者の方も多分ね、挨拶の時点からあれって思うんじゃないですか。うん、本当ありがとうございました。僕の個人的な印象としては、ええ、今までに比べて、うん、わかりますね。高くなかったと。全部保険の額だった。この間幸子さんで、はい、ツイッターで小林幸子って検索したら、はい、なんかちょっと気になるニュースが出て、え、なになに、幸子さん、なんか小柳ルミ子さんとジュディ・オングさんとご飯食べた、はい、食べました。なんかもう世紀末みたいな回、どういったら、その世紀末、そのどっちが分からない。なんかもう最終形態のボスたちが集まって、なんかどうやって世界を滅ぼそうかみたいな。そうなの、そういう話し合いをしたわけなんだ。してない、してない、してない。いや、すごいですね。いや、結局ね、ジュディとも仕事で会うし、デミちゃんともそっち会うんだけども、話ゆっくりしたいねってずっと話していたのが、たまたま空いてるから、ね、本当に芸能人3人集めようとすると、本当にないんですよ、日にちが。どうしてもこうスケジュールが合わなかったりする。あったんですよ、やっと、ピタッと。じゃあもうこの日しかないって言ってご飯食べたんですけどね。うん、いや、その時の写真がこちら。はい、なんでしょう、この絵力の強さ。絵力、このお三方が並ぶと。なんか首脳会議みたいな。それって何、みんな年いってるからってそういう言い方をしてるみたいな。いや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 、まあ、それもあるけどね。テーブル広、そうなの、テーブル広いし、テーブル広いんですよ。じゃ入った瞬間に、え、こんな広いとこ、どう、ここしかなかったし、ここが一番3人が入るのにいいと思います。よくわかんないんですけど、こんな広いところを用意してもらったこと。めっちゃ広いですよ、このテーブル。いや、またそんな。こんなにテーブル広いのに、夜にこんなちっちゃいんですよ。ちっちゃいですよね。この時の幸子さんのツイッターの投稿だと、はい、仲良し3人、先日久しぶりに会ってゆっくり話ができました。うん、昭和54年にジュディが見せられて、ね、レコード。レコード大賞。で、私が餌じゃないですね。はい、私が思い出酒で最優秀歌唱賞。で、紅白も一緒に初出場。そうですね。で、ジュディさん、4歳上のお姉さん。そうです、そうです。ジュディさんの方が上なんですね。ルミ上。そして、ルミちゃんは2つ上のお姉さんで、お化粧や流行のアドバイス。そうなんですよ。年齢このぐらいになると、誰が1つ上だかしたらどうでもよくなっててね。この中では幸子さんが一番年齢は若いんですね。こういうことになっちゃった。デビューは？でもね、芸能界としたらね、私が一番長いのかもしれない、もしかしたら。ただジュディは歌い手としてよりも子役、本当にちっちゃい時からやっぱりジュディもやったから、ジュディの方が先輩だったのかもしれない。ジュディって呼んでるのを初めて聞きました。ジュディって呼んでる人を初めて見ました。あー、そっか。幸子さんの凄さをちょっと忘れかけてました。ジュディ・ヨング、ジュディさんなんて言ったことテレサはもうテレサですよ。え、テレサ、テレサ、うん、普通にテレサ、アグネスも、普通に、はい、アグネスって、まあ、アグネスちゃんさん、みんなはサッちゃんって呼びますけどね、アグネスも私も。前々からこの3人でご飯行こうって話をしたんですか？いつも言ってるんだけど、もう実現できなかったんですよ。どうしてもほら芸能界行ってね、今度一緒に行って、これ絶対今度ないんですよね。そういうのがとっても嫌だし、ルミちゃんもそういうの嫌いなの。だから絶対絶対って言っててよかったと思って。でも小柳ルミ子さんなんてもうサッカー始まったら多分家から出てこないですよね。だってあれご飯食べたでしょ、この日ご飯食べたから。ルミちゃんお酒飲まないし、で運転して自分で帰って、でメール来て、さっちゃんごちそうさまね、そんなわけで私今からサッカー、VTR 撮ったのこれから3本見るよ朝まで、じゃあお休みだって3本見る、3試合見る、3試合、もうすごいのよ。え、ご飯終わったら何時なんですか？ご飯終わったの11時ぐらいかな。だから朝まで。ってことになりますよね。そうそうそう。いや、それしょっちゅうなの。あれですね、
小柳さんって、うん、そのサブを見るのはお仕事というよりは趣味が先ですよ。もう趣味が先だったのもね、私が自分の番組持ってたもん。レミちゃんのゲストで出てきてくれた時に、こんな熱い、こんななんていうの、ノートっていうかレポート、これを何冊も持ってきて、私何も分かんなかったから、レミちゃん何これ、サッカーの私の全てが入ってるのって言って、もうサッカーの止まらなかった。その時に初めて、メッシって何、サッちゃんメッシ知らないのってガーッて本当な、もう流れのように話を教えてくれたりなんかして、そっから逆にすごい興味持っちゃった私なんかも。でもそう考えると、幸子さんでネットっていうのもまたってなってるんでしょうね、きっと。私も多分そうだと思いますね。本当皆さんがね、幸子さんすごいです、何がすごい、いやすごいですよ、ネットの中でこんな活動を続けてるってね、どっからそのこう出てくる普通としたものがあるんですけど、何にも分かんないけど、なんか楽しそうじゃないっていうと、それは若い しるしですねと、若いってまたそこで私がどっかかったりするんですけど、でもなんか面白いんでしょうね、きっとね、私のこと。そしてこのまたね、ツイッターに出てる写真で、はい、幸子さんとジュリーさんがおしゃべりされてるところの写真なんですけども、うん、次の環境問題の議題について、それは G7 で話しましょうみたいな感じの写真サミットだね。G7 の会場でサミットサミットだね。それはすごいツイッターでめちゃくちゃ人を書いてた人がいたの。芸能界ですか、だってむっとしたんだけど、それは立ってなくもないなって呼び出そう。多分その書いた人は多分今頃骨一本いってる。何らかの魔法にかけられてる。魔法怖いよ、私たち魔女だもん。そうそう、えいってやってる。えいっ、ちなみに、はい、この小柳さん、ジュディさん以外でも、うん、普段こうやってご飯召し上がられるお友達とかって、あの夏木まりちゃんとか、ああ、もうめっちゃめちゃ楽しいんですよ、もう本当に。ご主人がノブさんって言って、あの天才パーカッションの方なんですけど、まず楽しいですね、面白いですね。まりちゃんとご主人のノブさんと、まあ、うちの旦那様とこの4人で、これがもう話がもうね、どこまで行っちゃうのかしらっていうぐらい、もういろんな話になって、すっごい面白いです。またノブさん酒強いし、うちの旦那さんも強いし、でマリちゃんおしゃべり楽しいし、私も一緒になってしゃべるし、もうあっという間にね、5時間6時間平気で終わっちゃう。え、その他にはサダクラブってサダクラブなんすかそのパワーワード、ね、絶対あの人だ。そうさ、サダクラブったら本当にサダ教の教祖だから、おかしいの。でもサちゃんご飯行くよって言ったら、いつものとこね、分かりました、オッケーとかって行くでしょ。本当にいろんな芸能だけじゃないんですよ。お相撲さんがいれば、話し家さんがいれば、スポーツ選手もちろんいたりとか、いろんなジャンルの人がパッて一度に返すから、ま、話がもうてんこ盛りになっちゃってるから面白い。結局ね、さだまさしさんの話をみんなで聞きに行くかいみたいな話し家さんが、まっさん、あの俺より面白い落語しないでくれないって言うぐらい、勘弁してよっていうぐらい。ちなみに差し支えなければ、どういった方が参加されてるんですか。ダンシュンさん、ダンシュンさんとか、そう、森山直太朗ちゃんとか、そうそう、あの会社の関係の人もいれば、音楽家もいれば、渡辺俊之さん、もうもちろんだ、本当にしょっちゅういらしてるしっていうことですね。それで、あの、サザエ D がね、あの、面白い話するでしょ。そうするとね、いただきますって言ってフレーズって、サダメモってみんな持ってんの、芸人さんは。あ、芸人とかもいる。いっぱいしてます。いや、でも幸子さん、なんか小柳さんとかジュリーさんとか、それこそ佐田雅さんとか、どなたかしら YouTube とか出ていただけるといいですね。あー、そうですね。ルビちゃんはね、この間ね、出てって言ったら、あ、いつでも OK よ、さちゃんって言ってたんで、言ってみようかな。いいんですか。あ、もう全然。でもちょっとあの、僕の心の準備が。え、なんで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 。目の前に小林幸子さんと小柳ルミ子さんが並んでるってことですよね。それって何、なんか恐怖圧僕ら大丈夫だ、なんか生きて帰れますよ。さ
そんな嘘です。ルビちゃんってね、ものすごく気さくなんだけど、ものすごく真面目で、それであの楽しいこと大好きだから、生のルビちゃんを YouTube だったら全部ね見てもらえるかもしれない。すっごいもう大好きですよ、ね、うん、いやちょっとじゃあぜひ小柳さんは、本当幸子さんぜひお声掛けいただけますと。わかりました。ちょっと何やるかを考えるとして何やりましょうかね。ルビちゃんってあんなにガリガリなのに、ね、ものすごい大食いなの。あ、大食いで、じゃあよく食べる、ほんと食べる。じゃあ幸子さんの自宅で女子会やりましょうよ、もう一回。ちょっとまあどんなことをやるか考えましょうかね。で電話してみよう、どっちにしても電話してみよう。電話してみよう。あ、いや古いな、電話だな。黒電話でした今の。ジーンって今あの押しボタン式ですからね。電話式はくるくる。いやー幸子さん、はい、ちょっと今日はそあのツイッターで見た気になるニュースから話が膨らんで、はい、なんか小柳さんのコラボがあるかもなんてとこまで来ましたけど、そうです、ちょっと連絡してみます私。あのサッカーの試合がない時にしましょうか。そうだね、サッカーの試合を理由に断られたと思う。そうだね、調べようね、調べてから連絡しようね。というわけで何を喋るんですか。ルーちゃん早速連絡してみたいと思いますけど、うまくいくといいと思います。楽しみにしててください。そして今後誰かとコラボ、それを見たいなって方がいらしたらどうぞ連絡ください。誰とやりたいとかぜひお待ちしております。なんか視聴者さんからもこういう人とコラボしてほしいっていう声とかね。そうですね、ぜひコメントで聞きたいですね。そうですね、こういう人とコラボしてほしいというぜひ、お待ちしております。高評価、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。じゃあね、またね。